皆さんどうもこんにちは、 MKR です。今日は素敵なゲストの方に来てもらいました。そら猫です。なんでその挨拶なの？いつも前回大敗北をしたそら猫くんです、はい、なんと負けました。そら猫くんが今回はね、僕のためにいろんなステージを作って紹介してくれるということで急遽動画を撮り始めたんですけど、これはもう何も考えずやっていいんですかね？うん、でもやるのはね、僕の中で的当てゲームって呼んでるんですけど、サッカーボールを上手に吹っ飛ばして、うん、あの壁を破壊して相手を倒すっていう。あ、相手に当てるわけじゃないの？あの相手に当てたら守れちゃうから、うん、こう爆弾あるじゃないですか。なるほどね。いや俺そういうねクソゲーみたいなのうまいよ、言っとくけど。僕の方がうまいよ。お、止めてみなよ。やー、早く早く。え、嘘、そうじゃない。お前の方にサッカーボール出てこない。おい、お前の方にしかサッカーボール出てこないじゃねえ、この野郎。え、違うって。不毛だろ、こんな。ねえ、しょうもない、こんな。ね、これね、クソ要素あって、うん、これね、あの、地面擦り抜けて知るんですよ、たまに。ドゥー、おい、脚力。いや、あとね、これ、浮かせる。何やってんですか、大丈夫ですか。あー殺すまでもない、あ、やばい、もうでもなんか、あーオッケーオッケー、早く来いよ、そらねこ、もう大体ルール掴めたから、もうダメだ、もう大体掴めたからさ、早く来いよ。俺も攻めてる側こんなんずっと有利だろ。はい、どうー、止めれないよな。あと2ストックだぞ。一回待ってくれ。あ、なくなっちゃった。ちょもうやだこれ。何度やっても変わんねえと思うぞ。もうこのすり抜けんのゴミだろマジで。歩いてただけだぞ俺。一番クソみたいな。なんだよ、サッカーボールって。でもね、前いや大丈夫、俺も学習したから、これ前に運んでいかないと。おかえよ、おいおい、そんなとこ行って大丈夫、止めれんのかお前。全然ダメや。もうすり抜けんだよこのクソみたいな床がよ。バカすぎる。何回も。はい、どうねえ、強いって。なんで？お前がよ。じゃ俺が止めか。俺がお前がやりたいことやってやるよ。じゃあ止めるんだろ。行くよ。はっ。うわっ、え、うまい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 、上手上手。じゃあお前を、これ、ちょっと待って、時間がね、すぐ消えちゃう、やばい。おからの、じゃあ攻撃、止めるの、よしよしよし、角度調節できるんで、空中スタート。あれだ、攻撃、もうバカが。うんこ、うんちステージ、うまくいったらもう台無しだよ、あれのせいで。どうなぁ俺このすり抜けんの。全然なんか想像がつかないんだけど、無重力終点って。早く早く早く、え、連打しろ連打しろ。あ、もうこのせいで慣れ。なんでうわぁ。あ、もうこれでいいの。これでスタート。え、違う、え、待って、お前それめんめんマジありえなくね、それ。え、めんめんありえないんですけど、いや逆に距離詰めちゃえばこっち向けるかな。やばいやばい、これどこまであれだろう、下から。はっ、あ、これやばい、ルーラーなんだよ。おかしいって。ユナズン買わせないぜ。待って、一回ルール説明させて。オッケーオッケー。これね、急降下生と下に行けて技振ると上昇できます。あ、そうなんだ、やばい。いやでもそいつは別に強くないわ、思ったけど強いな、うん、慣れるの早いからこういうの。ただお前はこのルールの穴をつくかのようなキャラを使ってるけど、結局早く来いよこっち。どうやって下降りるんだっけ。あの急降下全然バカバカバカ。あ、そういうことか、待って、急降下、オッケー。ほら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 、絶妙に距離。待って、メテオメテオメテオからの上重ねて判定する。え、死ぬんです、死ぬけ、そこは。はい、ギーラー死ぬのはお前だ。ユナズン帰ろー。パルプンってしちゃおう。どうなった俺、なんかバグってね、助けて。メガボルトやめろ。メガボルト禁止にしろお前。もうそれね、一生ユナズンとザキで死んどきよ、そこ。クソ、モグラ散歩。はい、ルーラで逃げまーす。私死ぬよ。いや、知らないから。あれ、おい、カエンギリ、俺の時と違う飛び方が。よし、ねえ、おかしい。やばい、でもそしたら MP がないから、これあれか、回避も何回もできないのか。俺攻めてるとき最強じゃん。攻めてるとき最強じゃん。はい、一人乗りでーす。もう分かっちゃった。空を振っとけば勝てるゲーム。はい、空をで
はい、空母です。はい、空母です。はい、空母です。僕がそれを、ああ、君、ああ、いや、来たから。え、俺、こんにちは。あ、よかった。え、待って、俺、ちょっと、俺、ちょっとね、はい、じゃあ次のルールは、なんすか、これ。ヒットストップがやばい。あー、これ、はいはいはい、そういうことね。やばいっすよ、これ。これ、長すぎて。おらおらおら。あ、そういうことか。なるほど。まあ、じゃあ、普通に、戦い自体は普通にやればいいな。そうそうそう、空ゴミじゃん。そしたらゴミだよ。なんかサッカーボールサッカーボール消せや。殺すわ、バンカ君。おらー、はい、お疲れっす。それお疲れですと。どこまで伸びんねん。わかんねん、終わり際が。やんのかー、こっちだが強い。もうもう分かった、もうもう激しさ。ここです、ここです。はい、おつー。いや、死なねえか。だよ、一発が強い。いや、長い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 。これ止めれるかな。うわ、やばい。もう見切ってます。いくしかない。もうサッカーボールも、これはちょっと、いつもよりも早くする。オッケー。上の方がね、このなんかピンの数少ないから。無敵、向こうは強いって。お前がバンカーズを選んだ瞬間に俺はもうね、空だ。でもそういうもうしょうもないことするのね、目に見えとんすわ。むしろ簡単、むしろいつもより簡単、カウンターするの。はい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 。あれ待って、これもうやだ。続いてのルールは終点なんですけど、はい、なんと両端をワープできます。一回入ってみたら、知らない知らない知らないっていう、うん、結構面白いんだよこれ。あ、そうなの。え、なんかパッと見さっきまでのインパクトに比べたらそのまま、え、もうじゃあこれ普通に戦っちゃえばいい。おっ、そうそう、いや僕ね、使いこなしてからこのステージ。あ、そうなんだ。まあじゃあ空猫にしかできない動き見せてくれよ。あ、なるほどね。あ、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。うん、それは、あ、確かに邪魔くせえけど面白い。うまいっすね。これ回避上がりだったら、あー、なるほど、座らないのね。そう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 。え、死にます。死なないんだけど。逃げます。やばい。うわうわー。で、後隙削りやすい。しかも確かに、なるほどね。おーし、おーし、おーし、おーし。シンプルにソラネコのキングルが弱えわ。強えよ、シンプルに弱い。おらー、これもうそこで上様振るのがなめとも。なんで死なないの。あ、そうそうそう、あの、ガキ捕まないとね、死にます。遅いよ、説明。一番大事なところが遅いよ。もう二度とワープ使わねえから。おらおら、そこは見せてくださいよ。前投げからか。うわぁ、違う違う違う、分かってんのかな。判定残るんだね、あれ。なるほどね。これ、あえて使ってお前を上がらせて。うまいだろ。無理だよ。ファルコンパンチ。あ、これ下から行かないと。ああ、なになになに、見せたかった、前投げから。はい、じゃあ続いてが、これは何ですか。掴んだら、掴んで投げたら死ぬステージです。あれ。え、死ななかった。あれ、え、あれ、死なないっすよ。なんで。よし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 。ああ、なるほど。まあ、分かった。やることよかった。こうすればいいんだ。そう、あ、前の行かないキンクルやったら、キャラとかにもいるけど、あ、キンクルね、ダメかも。え、でも行けそうじゃない。行けそうじゃない。無理、これ無理なの。強制的に叩きつけられるのかな。もう無理なのこれ。なんでだよ。もうダメだって、諦めろよ。よし。新手のコンボやめろお前。俺死ね、死ねそういうゲームじゃねえだろこれ。今度やるのが大砲終点って言って、赤色の線があるところあるじゃないですか。あるね。ここに立つと、2分の1の確率で死にます。2分の1の確率で死ぬ。うん、どういうこと。一回ここにいたらね、あれ、大砲来るんだけど来ないじゃん。あ、来た来た来た。えっ、ほらほら。これやばいでしょ。これはやばいわ。あ、なるほど。ほら、あ、理解理解理解。あ、ちっちゃい。あ、そういうことね。やだ、あそこに入れ込めばいいのか、お前も。そう。だから、死んでねえじゃねえか。二分の一の確率なんだって。あ、そうか。じゃあ当たっても別に死ぬわけじゃないのか、確定で。そう。これ別にさ、あ、全然。むしろ俺多分あと一回も知らないわ。最初に死んだの言ってこれ。かまないかまない。二分の一だから。はいでーす。待って。いやー、これタイミング。まあまあまあ。その難しい。あれなんこれ。連れてかれたけど大丈夫か。気をつけた方がいいぞそこ。危ねえから、2分の1で死ぬからよ。危ねえぞ危ねえぞお前。気をつけろ気をつけろそこ。あ、まあそこだったら当たらないと。
普通に普通に殺せばいいだけだからなんなら。待って、やだダイビングが分かってきたな。もうお前の負けだよ。早くしね。大丈夫大丈夫。もうでこういう時は上から復帰ね。分かってます。あとはちょっと普通に殺されないことを警戒する。それだけ。もう死んだんじゃないかお前。無理これ。そうじゃあ次は。次はプルプル終点って言って分身します。まるまる終点多くね、そのシリーズ。そう、まるまる終点ね、いいんだよ。まあ、なんかちょっと負けすぎて本気のルフレ来ちゃってるじゃん。あれ何だっけこれ。プルプルする。あら、え、すごい、やばい、すごい。何これ、どういう原理これ。え、わかんないこれ。え、どっちに反対があるのこれ。え、で、これえ、両方に貼ってある。あ、両方にあるの、やば。何吹っ飛び方キモすぎて。うわっ、上妻の広範囲やばいってそれ。あ、これ今までの中で一番感動したんだけど。下火ほらほらほら、やばい当たり判定無限じゃんこれ。やばいこれ強い。下火強いぞ。やばい、制御不能じゃん。もうとりあえずどっか置いとけばいいじゃんこれ。なに、ね、なんでなんで、どうだって、どこ僕どこだよ。帰っておいで早く。これ左上のさ、左上のやつやばくない。マップ左上のやつ、左上のマップ。これ2人いる。ほんとだ、2人いる判定になってる。これさ、もうやだ。8人乱闘とかでここやったらやばいじゃん。壊れるんじゃない、スマブラ。あ、え、でもいろんなとこ紹介してもらったから、そろそろラスト、空猫が勝てるステージで来いよ。申し訳ねえよ、なんかお前が持ってきてくれたのにこんなにさ勝ち続けて。じゃあワープシューティングは、はい、じゃあラストね、泣きの1回ということで、もうこのどうしても空猫がワープシューティングをうまいこと使いたいらしいから、さっきあんまりこのステージのいいところ分かんなかったから見せてくれよ。いいよ。でもてっきり爆弾配慮したでやってみて。入らねえじゃねえかよ。嘘っぺ、ごめん。嘘しかつかねえ。嘘っぺだこいつ。嘘っぺだ、嘘っぺじゃねえか。ただの入れるからの埋めれない。そうそういうこと。もう大体分かってきた。はい、ワープからのローラー無償だから。はい、そっち読んで、はい、これでキャンセルしてくれ。そう動けないんだよね。逆にむずいよ。じゃむしろ今のところは分連とかできるんだよ。あ、こっからさらにローラーで2種類いきますみたいな。うまい相手をうまいこと入れるコンボがあればいいんだけど。なんだ。あー、そらなこくん待って、これ死んだって僕。あ、え、あれなんでどういうことこれ。大丈夫、これ崖沿っていっちゃうのか。ダメだな。大丈夫か、空猫。心配だよ、空猫。うわやりたかった、これが楽しい。はいはいはい、え、初見殺しオッツです。もう分かったから。もう分かっちゃったから。分かった、うん、取ります。え、ちょっと待って、強い。やらせません、空猫くん。ね、待って、やばいまた負けちゃうよ。負けないどうせリザードのフレアドライブしかできないんだろう。入れないよ。やばい、ダメにするなよ。怖い、当たるわけないじゃん。よし邪魔くせ。あとしてキャンセルできるから。邪魔くせ。待てー。待って、うますぎて。ちょ